皇室とはもともと代々男系で継承されてきており、一度たりとも例外は存在しないのです。こんばんは。天皇の正統性は歴史と伝統によってのみ保障されるのです。男系維持の可能性がある中で、歴史上一例も存在しない男系を切断して女系に好意を移すなど絶対にありえないのです。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。皇室の継承で何よりも重視されるのは血の継承であり、それは一定の約束事を守ることで初めて守られたということになるのです。私たち日本の皇室は天照大神の子供の血が父親に必ず入っているという約束事を守ることで初めて達成されるのです。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年2月23日金曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスタ新宿があります。ただいま午後6時、ちょうど6時です。気温は9度少々です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で訴え続けております。こんばんは。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。こんばんは。ありがとうございます。今日言論の自由と報道の公正が極めて危険な状態です。 NHK の捏造報道、偏向報道から始まり、新聞社朝日新聞をはじめ各新聞社の偏向報道が極めて大きな状態です。問題になっている状況です。本日は後期2678年平成30年2月23日です。本日2月の23日は皇太子殿下は58歳のお誕生日をお迎えになりました。誠におめでとうございます。さて、今日皇位継承の資格者が不足し、将来の皇室の危機があります。皇室断絶の危機です。これは私たち日本国の断絶の危機でもあります。私たちの日本は皇室と私たち国民と共にあります。皇室の断絶は2000年からなる歴史と伝統に基づいた私たち日本の危機であります。皇族男子悠仁親王殿下がおられますが、依然として皇位継承資格者の不足という問題は残ったままであります。占領軍の指令による皇籍を離れた旧皇族の皇籍を
復帰させなければなりません。将来悠仁親王殿下をお支えする旧皇族の男系男子を皇籍復帰させなければならないのであります。今日テレビや新聞マスコミでは女性宮家の創設や女性天皇女系天皇を容認するかのような報道がされております。女性が天皇になるのみではなく女性天皇の子供が天皇になる女系天皇女性天皇と女系天皇の違いについて報道し、しかし旧皇族の皇籍復帰などによって男系継承を維持すべきとの報道はないのであります。この意図は何でありましょうか。まさに日本を貶めようとする反日勢力によるものと思われます。皇室とはもともと代々男系で継承されてきており、一度たりとも例外は存在しないのです。こんばんは。天皇の正統性は歴史と伝統によってのみ保障されるのです。男系維持の可能性がある中で歴史上一例も存在しない男系を切断して女系に好意を移すなど絶対にありえないのです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。皇室の継承で何よりも重視されるのは血の継承であり、それは一定の約束事を守ることで初めて守られたということになるのです。私たち日本の皇室は天照大神の子供の血が父親に必ず入っているという約束事を守ることで初めて達成されるのです。男系継承を維持するための方法として次の3つの方法が考えられます。皇籍離脱した旧皇族を皇籍に復帰させる。また一つ、皇族女子に旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その方に皇位継承資格を与える。また一つ、廃絶になった秩父宮や高松の宮の祭祀を伏見の宮家の子孫である旧皇族の男系男子が継承し宮家を再興する。この3つの方法が考えられます。したがって政府は占領軍 GHQ により皇籍を離れた旧皇族の皇籍を復帰させなければなりません。男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族を復帰を検討すべきなのであります。日本国民の皆さん、天皇は男系男子でなければなりません。皆さんお住まいの選挙区の市町村議会議員、区議会議員、都道府県議会議員、国会議員に男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討すべきことを訴えてください。私たち日本は
選挙による議会制民主主義国家なのであります。男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討すべきことを訴えてください。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。